はこの施設と楽しめられました。そこでさまざまな鶏が季節を間違えて鳥の声を上げたのです。ごめんなさい。鶏さんはその声に大変驚かれ、持ってきた貝を海中に落とされました。鶏さんは仕方なく網で水をかきながら進まれましたとも